子馬の品評会は県畜産農業協同組合が全国一の馬肉の産地として生産者の意欲向上を目的に年に一度行っています。全国的にも珍しいと言われるこの品評会に、今年は阿蘇地方を中心に生後4ヶ月から9ヶ月の子馬31頭が出場しました。オス・メスの部門ごとに体のバランスや大きさなどが審査され、それぞれ1頭ずつグランドチャンピオンが選ばれました。まさかそのグランドチャンピオン行くとは思いませんでした。馬というのはやっぱり事故怪我が多い動物ですので、今日までですね、無事に、育ってくれたことに感謝したいと思います。生まれて1ヶ月もう生のうちに放牧します。阿蘇の草茂のおかげだと思っています。